はい、ということでね、あの駅ウォークの第14回ということで京都に行きました。ずっと自粛してあまりね遠くに来れなかったんで、なんかすごい新鮮で懐かしい感じですね。まあ、とりあえずあの5周年をね迎えましたので、それの、ね、記念枠を6月にやろうと思ってたものを今ねやっと自粛明けでやることができます。今日はねこれ第14回目、京都駅ウォークというね企画をやらせてもらいます。駅ウォークっていうのは別にね駅の中を歩くわけじゃなくて、駅のねこの主要駅の周りをお散歩するという配信でございますので、皆さんにね楽しんでってください。はい、行きましょうか。じゃあ今日はね京都と奈良だけです。1日2個にしてます。あまりやりすぎちゃうと時間がないので、2個やるのも結構きついんですけど、普通に2個やるのもきつい。まあ、とりあえず人がめっちゃもうね、やっぱリバウンドとは言わないけど、まあ、みんなやっぱねこうやって俺みたく我慢してた人も来てるんだと思いますよ。めっちゃ人いますし、修学旅行生もめっちゃいましたし、まあね、なるべく人を移さないようにしますんで、雰囲気を味わっていただけたらな。もうなんかね駅の一個一個すべてがねすごいなんとおしゃれ。京都ってなんか趣のある街のイメージですけど、あ、こっちいらっしゃい。どこの京都ですね。なんかね建物は趣ある。もうなんかすべてがなんか和を求めてないですよね。全然発展してるっていうか綺麗ね、なんかトイレもね、なんかすごい駅のトイレもさっき入ったんですけど、今見せらんないですけど、なんか着物着た絵がね、あの入り口にコートぶち壊し、まあね、こうやってどんどん時代に流れについていかなきゃいけない部分もあるんですよ、きっとね。どうしようかな、あんまりね、あの京都観光地まではね全部距離が離れてるんで、まあ、とりあえず駅前散歩ってことで一番近場の本願寺に行こうかなと思いますけど、バスとかね、あの地下鉄とかいっぱい交通網はねめっちゃ栄えてるんですけど、一応ね俺の枠は駅ウォークなんで歩いて行けるところを歩くんでね、それがこんな感じか、こんな感じ。そう、京都はね何年前かな、一回紅葉、当時は近いですね、当時は近いんだけど、俺ねあのその配信で一回京都観光配信をやりに来てる時に結構回ってるんですよね。あのその時は新幹線で来てね、あのバスを乗り継いで、今日は自分の車で来たんで駐車場に停めてきましたけど。どこにあるの、王将本店。ここら辺はなんか普通のオフィスですね、そちら辺。まあ、ちょっとでも歩かないとね、かなりとか、雰囲気的には仙台に似てるかな、最近行った中では。ただちょっとね、人が多いんで、まあ前映せないんですいませんね。映っちゃったらどうでもいいんですけど。まあ、駐車料金でもね、まあ、高に、まあ高めですけど、まあ、関東も結構高いとこ多いからあんま変わんないかな。俺はちょっとね歩いて安いとこ探してそこで先仮眠しました。それね、実はあの昨日ね、あのなんだっけ、あのサービスエリアで温泉っていうかお風呂入ってそこで寝る予定だったんですけど、なんか目が覚めちゃって京都まで昨日のうちに来ちゃったんですよ。昨日のうちっていうか朝で、朝その止めてあるパーキングでちょっと寝ました。3時間ぐらいかな。今日もこのまま明日の明け方まで寝る時間があんま多分ないと思う。そうなんですよ。これどこ行けばいいんだろう。着いちゃった。もう完全都会。
会だし人多いし車多いし、なんかアーケードみたいなのないんかな。あのショッピング系は多分今駅のあそこに全部集約しちゃってる感じですね。地下も駅ビルも。変かよ、ピンか。これ、こっちでいいのかな。なんかローソンがローソンじゃない色してる。学生がめっちゃ多い。これって修学旅行かな。ただの学校帰りかな。ただの学校帰りか修学旅行かすらも分かんない。こんにちは。もうだいぶね、京都駅から今離れちゃってるんで、すごいコインランドリー。すごい。え、これ開いてんの。すごいなんかね、古いコインランドリー、ジャブジャブランドってジャブジャブランド、ジャブジャブランド、やらしい、歴史ありそう。 YouTuber 協力的、 YouTuber じゃないから俺、ちょっとそこ先に言わせてください。ニコ生主です。あ、来た。これ？お、なんかちょっと京都配信っぽいの来たよ。これ何？これ西本願寺？これが西本願寺？ありがとうございます。これ無料で入れる？いいね。ちょっと駅から歩いてこれる観光地はポイント高いんで。偽じゃない。なんかちょっと京都だから音が違うのかなと思ったけど、パッポーだった。すごい栄えてる、めっちゃ広い、片側三車線ねえ、取られますよね。もっと北、あ、これじゃないの、ここ。すごいね。あの、車あんま通ってないですね。マジ、そう、文句言いに来るんだったら、そのままあのリア突で差し入れあげます。これ？信号のところ？こっちから入っちゃダメなの？この人は入っていってる。直進？直進って今こっち歩いている。こっち？あ、そうか、違う寺ってこと？あ、そういうことね。こっちで合ってる？あ、これは違う寺なの？別館らしいです。本番に駐車場って書いてある。これは、じゃあこれも違うの。全然わかんないですね、これ書いてないよ。だってもう俺から見たらもう全部本願寺、俺から見たらもう全部この建物があったら全部本願寺に見える。あ、ここに中央幼稚園があります。あれ、ドラココ消えちゃってますか？マジですか？ちょっと待ってください。つけといた方がいい。
なんかイヤホンマイクが吹っ飛んじゃった。しやっごめん。そう、両方とも多分歩ける距離ですよね。その間に四条河原町行けるかな。当初二条城行きたかったんですけど、歩いて1時間かかると往復2時間以上かかっちゃうから、なるべくね、駅ウォークは2時間ぐらいで収めたいんですよ。これ何？龍谷ミュージアム。あ、そうなんですか。ありがとうございます。大学なんだ。へえ、詳しいですね。お昼。もうお昼か、やばいぞ。こっから、車で奈良まで1時間ぐらいで行けますよね。あ、これか。堀川正面って書いてある。え、なんかあっち側にもあるよね。そっちにもなんかある。信号の先にも。なんでこれ、分断しちゃった感じですか？あれはもう。あれはもんがちょっと笑った。これはもんね。ちょっと写真撮りますね。もん。門が多い。モンモンしますね。門が多すぎて。防犯センサー作動中だって。昔はね。あ、なんかちょっと。でちょっと癒された。え、これが本だよ。これテニスじゃないよね。あ、本願寺のイチョウだって。惜しいですね。もうちょっと遅ければこれイチョウ立って。これまだ全然紅葉してないけど、まあ、若干ちょっと黄色くなってるところがあるから。でかいね、木の枝。巨人向け。ね、無料はいいっすよね。ちょっとなんか荷物置く場所ないかな。あ、菊の季節いいな。なんかここに菊がいっぱいあるよ。超真っ黄色ですね。真っ黄色、綺麗だ。なんか菊がある。あ、でも全部咲いてるわけじゃないのか。全部咲いてるわけじゃないのか。何それ、ギャグ。佐藤さんか。佐藤さんがギャグ言うってちょっとやばい。なんかゲリラ雷雨来そうだからやめてくださいよ。普段なんか言う人だったらいいけど、普段言わない人が言うとなんか天候不順が起きそう。椅子ないですかね、椅子。あ、そう、俺はね、結構現地人のラビは逆に聞き入ってしまうから、逆にやばいって言われる。
どこまで入っていいのか分かんない。あんま多分撮影禁止とかだろうから中は入らないけど、あ、ガルルさんここ書いてあります。阿弥陀堂となんていうのこれ、御影堂、御影堂、世界平和。あ、ガルルさん広告ありがとうございます。ちょっとね、これ寺のものになんか物を置いちゃうと悪い気がする。あ、だから龍谷ミュージアム、ああ、大阪北部地震だっけ、なんだっけ、浄土宗、なんか俺全然宗教わかんないですよね。だって絶好調っすね。絶好調っすね。どうしたんですか。そういえばこのどっかライブカメラないのかな。なんかライブカメラありそうじゃない。もうやめます。大丈夫、あのコメントは YouTube の動画にはね、ニコ生のコメント入らないから、駅多くは広い。 NHK システムある。あ、ちょっと待って、あそこになんか顔出すやつがある。ここに休憩所ある。長い。詳しすぎる。何これ、プトラとプトリスね。プトラとプトリちゃんがいます。これ一応写真撮ってこう。ライブカメラあるんですか。ちょっと待って、俺危ない、また俺落とし物して帰るところだった。バケだった。水色でした。これで赤が出たらやばかった。寺は赤いお金？これは？え、これは？赤いお金って10円？心霊は11時か12時です。これちょっと後でライブカメラ探そうと思ったけども見つかった気がするな。あ、1分間隔で分かんないっていう人のために後で絶対に分かるとこ立ちますんで。これ何？二礼二の拍手じゃないよね。ちょっとみんな、ちょっと待機待機、みんなどうするのかな。人の振り見て我が振り直す。今ライブカメラに映っちゃうから早くしてほしいな。一応なんか今改装中だからこっちの方に行った方がいいんだ。
見えるところの件、最後ね、これあのスクショ撮っておいてください、誰か。スクショ撮っておいて、あの DM。スクショ撮って DM ください。多分ね、ここが一番合ってる映る。この看板のとこが。多分一番合ってる映るから、今からライブカメラ探すんで。どれだ？あれかな？これ？これっぽくない？カメラ。正解？そいつ、あの、ライブカメラ当てクイズよくやるんで。勝手に一人でね。あれだね、多分。この方向向いて。見えた？ちょっと俺が見たいんだけどさ。あ、マジですか？ありがとうございます。よかったよかった。じゃあ、落ち着いた後にできますね。まあでも静止画ですからね。まあできればね、ライブカメラは動画のところがいいんだけど。移動します。わかんないか。すいません。ちょっと背中に背負いたいな、また。この総合案内所は何があるの？何か売ってんのかな？あんまなんかカメラ持ってるから入りづらいからやめようか。日付と時間入ってるんですか？ああ、ライブカメラに。だってもう40分でしょ、これ。絶対2時間じゃ終わんないよね、これ。もう40分なんだけど。アンカサイさんいらっしゃい。なんか違うとこだったら、もしかしたら、かろうじて大きくなるかもしれないですね。よっしゃ、移動しよう。疲れちゃった。ちょっとバックしといたいんだけど。バス待ってる。ここ渡れる？渡れる、ここ渡れるか。すごいね、もう駐車場あるんだ。そうね、天気が良すぎてスマホが反射しちゃって見えないんですけど、5分間分は大丈夫。ちょっと四条ってとこ行けますか？四条ってとこ、こっちまっすぐ行くとなんか建物しかないから裏道入っていきます。なんすかそれ、暑いね。裏道行きますね。俺あれスクショ俺今見れないんですよ、配信中多分、見れない。 Android だったらこれ多分見れる。え、マジで？
え、マジで私カンカン、カンカンデリス。雲ないもん。またこれ言われちゃうね。俺がいなくなったから埼玉雨降らせやがって。え、マジか。雨降ってんの関東。カンカンデリス。雲を探した方が早いぐらい雲もない。京都に来れば暑いですよ。京都に来れば寒いんだ。俺今上着着てきたことを後悔してるくらい暑いです。なんかタイヤのゴムの匂い、タイヤのゴムの匂いがいいね。よく言われますよね、本当に。配信だとね、プライベートは別にそんな晴れ男じゃない。配信で結構どっか行くと、びっくりした、新ランがいる。新ラン、いきなり何？そういろんな意味で持ってますね、確かに。いきなり新ランか。いや、何がギャグ大会か。商人じゃない。14度、今何度だろう。ちょっと待って、こっちは何度なんだろう。成人今19度、20度、今20度ですね、こっちは。診断成人。え、なんそんな違うの？マジですか？マジですか？そんな違うの？20と11はやばくないですか？ちょっと待って、これどうだったら市場。もっと北行かなきゃですね、多分。すっきりしないんだ。何が嬉しそう。いやでも一歩裏道入ると特に何も拾えるものはない。12時半で11度ってやばいな。マジで冬じゃん、それ。マジ冬じゃん。マジ冬じゃん、11度で12時半って。冬だね。そんな違うんだ。なんで、あ、晴れてないからか。太陽出てるから暑い。なんかちょっと怪しい道を見つけた。何この道。栗赤飯和菓子屋さん。え、いいじゃない、こういうなんかさっきみたいな道よりは。 マリリンですね。マリリン。いやー、なんかのんべえ横丁でもないね。あ、そうなんですか。こういう道結構そそりますね。いいね。和食屋さんとか、これ結構新しい。
野さんらっしゃらないです。電波悪いな。京都ね、でもちょっと今離れちゃってる。ね、裏路地いいね。まあ、京都のね、観光的にはもっといっぱいね、離れたエリアにあるんですよ。それはね、過去に俺配信で結構回ったんで、今日は駅前歩くだけですが、申し訳ない時間もあんまないんでね。あとスタビじゃないから。電波悪いから。戻ったかな。au はここでね、ちょうどエリアとエリアの切れ目がめっちゃ弱いんですよ。取れました。しかもちょっと画質よくやっちゃってる配信下げてないんですよ、車載と違って。下げた方がいいかな、画質。ここからで面白いです。いや。どこにあるかわからない中学校が。とりあえずさっき教えてくれた四条河原町が結構あるっていうから、これ普通の建物だよ。おしゃれな。マジで？格の違いが見せつけられた。やば。すごい、これなんか旅館みたいだよ。旅館みたいじゃないですか、これ。この色がすごいね。手ぶれはせませんね。手ぶれはちょっとね、スタビを持つのめんどくさいんで、素で腕火なんで、腕火なんで許してください。違う違う、ちょっと待って、なんかこっち、勘違いキッズとか言わないで。違う、4、5、5か。北上に運動場あるんだ。あ、そういうことか。確かに。あ、5条だ。
目の前に五条ビルって書いてあった。ってことはもう一条。五条に来た。いやこれもう完全オフィスですね。ちょっと調べようか。無駄に歩くと時間が。あれ？充電が。はまんない。刺さらないんだけど。コードは繋がってるのでバッテリーが充電されない。ちょっと待ってください。せっかくこんな恥ずかしいスタイルなのに充電されないって一番最悪じゃないですか。ケーブルなのかな。ベンチとかないの。あ、バス停があるけど、バス停混んでる。風が強くなってきちゃいましたね。これでいいか。またこれにお世話になるか。これ何なんだろう。これ。交通問題。あ。変電圧器なんですか。本当だ、東京電力って書いてある。確かに。ツッコミが鋭いね。確かに。なんで東京なの。関西電力じゃないんだ。いやめっちゃ栄えてきた、うん、間違いなく東京電力って書いてあったはず。もう一回見てみようか。あ、ごめん、関西電力だった。すいません、あのちょっと首都圏済みが表に出ちゃいました。すいません、首都圏済みが、ついつい首都圏済みがね、アピールしちゃいました。烏丸五条まで来ました。このまま、まっすぐ行くと駅の方です。烏丸五条。でもこれ4条まで歩いたらめっちゃ遠いよね。どこにあの商店街があるんだろう。あ、そうなんだ。そういうなんか昔の歴史上なりに絡んでるんだ、地名って。どこか商店街。商店街どこにあるんですかね。人が多すぎてちょっとやばい。裏に入りたいですね。OK です。この道は多分ね、主要道路だから。裏道入ったらやばいですね。バス通りだから。
何これ和風感。なんか汗かいてきた。修験道ちょっと喋れない、あまり。いきなりの電車のなんか生き物が後ろにね、いっぱい人がいるんですよ。そうそう、そういう系、多分今昼の休憩中で動いてんだろうな。すげえ人がいる。行ってない、あんまり。この辺ランチ食うとこ、なんかパッと見なんかそんないっぱいあるように見えないんですけど、こういうおしゃれなところかな。チケットが言っちゃダメ。東横インがある。ねえ、ビルの中でしょうね。シングル6100円。でも結構歩いてきたけど結構ある。ファミマ、どこにさ商店街があるの。なんだろう、ファミマル。反対側に逃げます。いや、多分俺は、俺あの他のとこでもあるよ。え？そのタイムラグがあるから、そこってとこだろ。じゃあ裏道から行ったわ。道がでかすぎる。僕マジか。じゃあそこ目指して、東本願寺は却下だな、時間的に。みんな工事してる。なんとか商会って電気屋さん、昔なんか結構あった気がする。なんかあるよ、ここに。これ何、寺か。いきなりの寺がこんな街中に。なんて言ったの、平等寺、薬眼風寺、眼風寺だって。眼風寺って言うんだ、すごいね。めっちゃ綺麗だけど、なんか封じるものなのかな。ちょっと先に行きます。
電波大丈夫かな、やばいやばい。歩きかチャリしか行けないような道になってきちゃったよ、これ。新スポいらっしゃい。新スポまで生きてられるかな、この疲労感がやばい、もうすでに。これ今でもあるの本当に。え、これ量なんかアニメに出てきそうじゃないですか。めっちゃアニメに出てきそう。なんか聖地になりそう。暑い。狭ければ狭いよ。また広いとこ来ちゃった。広いって言ってもこれ一通なんですけどね。広い道に見えるけど、まあ一通。なんか写真撮ってるこれ。これ何？聖地。若者の写真。マッシュ。マッシュ京都だって。何ですね。マッシュ京都。なんかね、有名？なんかね、有名な店やん。なんかあの、若者3人が、こうやって、写真撮ってた。車両通。カフェみたいな感じでした。車が何でバックしたの何でバックしたの。これあれですか、ドラココついてますよね。後で見てみる。マッシュタンポさんでした。駅なんかやるつもりもあんまないけど、最後にちょっと寄るぐらいです。暑い、日陰が涼しい。前原誠司のポスターがあるけど、え、前原誠司ってまだいるの？誠司か。寺がすごい。え、有名？あ、でもわざわざタクシーで来てる人も。何の圧ですか。なんか工事の人の圧を感じるよ。工事の人の圧。あそこへみんな弁当食ってる。見える？真ん中。みんなあのね、工事の人の圧が。もう弁当タイムする。圧がやばい。飯食ってんのが邪魔すんね。強気じゃない。ピザハットがある。
こんにちは。見てきなさいね、試合。なんて読むんだろうね、寺の名前。ちょっとあんま時間ないから、営業時間変更とか書いてある。あ、ご飯屋さんがあるんだ、どっか。あ、すごい、なんかね、カレーの匂いがする。やばい、めっちゃカレーのいい匂いがする、このお寺。飲食店が入ってるみたい、どっかに。そっか、まだ一応時短か、その寺から。中になんか飲食店があるのかも。寺の中に飲食店なんてあるんだ。それはすごいね。イラかな、大丈夫ですか、手プルプルしてませんか、ひらがな入力。写真撮っとく、一応。また有名な寺じゃないけど。いや、行かないっす、もう。もう今日のうちに奈良に移動です。ですよ。京都はね、一回観光配信してるんだよ。静寂な寺、かっこよかった。こういう時じゃなきゃ絶対来ない寺ですね。絶対こういう時じゃなきゃ来ない寺。いいね、なんか生の関西弁はあんま最近聞いてなかった。島らへんって、中高だね。どこにあるんだろう、商店街。木造のなんか趣のある建物が多いね、ここら辺。明治って夏いな、これ。牛乳入れて。あんまり見ないですよね、最近。楽しい。白い顔の女性はこっちのエリアじゃないんじゃないかな。昔は木箱か。240円ってすげえ、なんでそのリアリティを求めてくる値段なんですか。すごいな、本当にどこ歩いてるか分かんなくなるんです。あ、ちょっと関西って感じのポスターありますね。関西って感じですね。関東にはないな、あんま。タバコだった。結構これ駅から離れてきちゃったな。調べすぎ。今んとこ、あ、配達の機会。ちょっとお店が増えてきたから近くなってきたかな。帰りバスで帰るか。ちょっとこれ結構ちょっと予定外のとこまで歩いてきちゃった。
今回さ、途中さ、カートって言ってさ、地下鉄乗って駅まで帰って駅でまた配信とかありでいいかな。ちょっと俺遠くに来すぎちゃって時間があんまないんですよ、今回。交通の便はすごい、ね、そこら中にバス停や地下鉄の駅があるから、帰り道歩いても多分これ同じような景色になっちゃいそうな気がするから、でまた駅のとこでいい、その間みんなスリックまで繋いでてくれて、喋れないから。そう、今回ね、本当は駅奥って一つの駅をなんとなく選んで、その周りを歩くってやつが駅奥なんですけど、今回記念枠特別で大阪は駅から駅までを歩くっていうルートをね、初めてやるんですけど、それもね、帰ってくる時は電車で帰るんで、小学生が配達してたの？あ、そっか、家の手伝いか。めっちゃ栄えてきたよ。なんかそこに、これでもなんか歩く道一歩間違えるとメインのとこ外れちゃいそう。うわ、やばいやばい、ここやばいわ。これ市場？ちょっと待って、一気に都会感がやばい。一気になんかまったりした街からいきなり都会に出てきた。これアーケードみたいになってます。ギャップすごい、やばい。これありがとうございます。一気にすごい。ちょっとどっか荷物置ける場所ないかな、ちょっと調べるか。カットして、ちょっと待ってね、地図見る。まだ乗らない、まだ乗らない。せっかくこの場所を教えてくれたんで、どっちに行けば、この道ずっと歩くだけなのかな。あ、確かに。あのピーンポーンと俺夜中によく聞く。誰もいない駅で。ほんと一気にこっち来てよかったね。こっち来てよかった。ありがとうございます。こっち来たことないわ俺、前観光で来た時。めっちゃ栄えてるやん。ちゃんと上雨が防げるようになってます。ただ人が多すぎる。特に何があるってわけじゃないけど、すごいこのギャップがやばい。ね、あんま映さないようにしてるんですけど、すいません。真ん中はどこなんだろうこれ。烏丸市場。ない。なんかあるの、ここ。あ、ライブカメラある。このさ、車止まってる人たちは何？あ、小倉さんなの。この止まってる車、あ、搬送？搬入？違法中？マジで？なんか、あ、
乗り降り5分以内の積み下ろしてみ、5分以内、5分、ビトンある、ビトン、やばいぞ、ちょっとなんか銀座チックっぽくなってきた。高いっすよね。何これ、これもなんか何、製品の受け取り、何やアップルだ。だってなんか並んでるからさ、何してんのかと、 何屋さんかと思ったらさ、アップルだった、アップル、アップル、かじられたアポでした。意識高い。大丸がある。大丸って何ですっけ、デパート、大丸、なんか格式高そうなの。こんな予約してるんじゃないのかな、知らんけど。全く知らんけど、全く適当なこと言ったらすいません。待って、ビトン警備員ついてる。何、画面拭き取るクロスが今日発売なの。PC? 絶対寝のきれ、嘘でしょ。今信じたじゃん、ちょっと。マジで今一瞬信じたじゃん。そんななんか高性能、高性能な布切れが出たの？マジで？こんな高性能な布切れが発売日なの今日。絶対嘘だね。あ、ノート PC がなんかあるんだ。ダウは下がってますね。ダウは下がってます。間違いない。ゼロじゃないけど。さすがに。そうそう、みんな分かんないよ、分かんない。みんなのコメントは全て信じたらやばいことになっちゃうから、ちょっとまず一旦疑ってかかんないと。とりあえず一旦疑ってかかる。すごい、何これ、めっちゃ綺麗な、なんか場所が来そうな。アルマーニか、めっちゃ黒って感じ、中天の。1キュッパか。確かにそんなめっちゃ高いわけじゃないですね。今どこ歩いてるので大丈夫かね、これ。あ、市場からそのままで来ちゃったよ。でも1時間半だからちょっとじゃあ、裏技使っちゃっていいですか。あ、東急ハンズ。ちょっと駅に戻らなきゃなんで、本当はね、歩いて戻るのが駅多くなんですけど、こっから京都駅に乗り換えなしで行ける、乗り換えなしで行ける電車あるかな。これは地下鉄市場駅。調べてみるか。
鉄220円。電車嫌いなんですよね。今更だけど。電車嫌いだからちょっと緊張しちゃうんですよ。あとね、京都の駅の中をちょっとやりたいから、ちょっと電車使ってもらう、使わせてもらっちゃう。時間ないから。駅の中をちょっと歩いて、お土産を見て、消化して移動します。みんな左に乗ってるね、そういえば。京都。埼玉はこれ歩いたら今罰則というか法的に歩いちゃダメになった条例で。関西ってなんか右に止まるイメージだった。何分ぐらいかかるのかな駅まで。だから一回ね、消します。ここで指示屋がある。指示屋有名ですよね。指示屋のパン屋さん有名だけどめっちゃ混んでる。何のアニメこれ。ただのキャラか。ただのご当地キャラっぽい。アニメかと思った。京都ステーション。ここから配信開始したんで戻ってきました。ちょっと裏技使っちゃいましたけどすいません。時間がないんで。ちょっと京都のこの地上部分ですね。めっちゃ綺麗だからこの京都の駅。これやばいよ。わかりますかね。駅って感じじゃないですよ。ここは中央口ですね。JR。ここはちょうど中央口の改札。そうなの。ガラス割れたのここ。マジか。このお土産売り場どこにあるかな。お土産売り場あるかな。あるね、あるね。やっぱこれがないとね。まあでもちょっと、あれか。これはレジに持ってくパターンじゃないな、この。一人一人店員が待ってるパターンはちょっときついな。いらっしゃいませーが来ちゃうパターン。盛大ないらっしゃいませーが来るパターン。あ、こっちの方がいいな。ちょっと持ってっちゃいますね。ちょっと、喋らなくて。
土産チェックが最低に入る。袋に入れられそうなのないな。なんか一個買っていけますね。
賞味期限が短いのしかない。でも人が多いからミュートにしてもらすみません、お待たせしました。なんか座る場所ないかな。まあちょっと今回も別に自分が食うわけでも人にあげるという予定も特にないんですけど、一つの駅で何かしら一個ちょっとお土産買おうかなと思ってるんで、一番ね袋に今後に入れやすいやつがいいんですけど、賞味期限がやっぱり、ね、近いやつが多いですね。和菓子、生物の菓子を。今音来てますよね。ちょっと座る場所ないかな。ちょうど2時間ぐらいでちょっとズルしたおかげで帰ってくれました。すごい来てる。これ俺前に来た時にあのイルミネーション階段見に来たんですよ。階段どこだっけ、もっと上かな。近鉄近鉄に行かせたい。じゃあなんかちょっと座って採点する場所が欲しい。あ、そうなんですか。いやめっちゃ駅綺麗だな。今まで結構いろんなとこ回ったけど、もうなんか建物がやばい。クオリティが高すぎる。ちょっとね時間ないんで採点して車で移動します。あ、これだこれだ、大階段これだ。これここでなんかイルミみたいな見た記憶がある。前その JKJC に無理やりやらせる的なね。昔だったらタイムアタックできたね。これやってみたかったね。ちょっと昔だったらできた。じゃあちょっと採点しようかな。そこのここにちょっと座らせてもらって、このステージはないね。よし、じゃあちょっとすいません座るんで。これずっと無音だった今ずっと無音だった知らないごめんごめん、ずっと無音でした。これで説明してたのに。ビューは仙台よりいいかなって。観光はまあ寺とあと本願寺歩いていける、湯治もあるから早く言って早く言ってよ。すいません。ずっと喋ってたんじゃん今。いやずっと喋ってた、今気づいた。あ、そういうこと。いや違う違ういやマジで無音って言ってくれなきゃって分かんなかった。読めねえぞって言われた時もごめんねとか言ってんだけどごめんねって言ってたんだけどごめんなさい。いや今完全に俺のミスです。あ、そう VS10 位もう一回言いますね。これあのアルファベットの頭文字です。ビュービューサイトスイング、グルメ、オリジナリティ、エボリューションです。この頭文字で VS10 位です。
あ、そう、進化レベル。そう、初回全部5にしないとね、あの基準がなくなっちゃうから。これ水戸です。この水戸との全て比較になってます。そう、観光はこの歩いていける観光レベルってやつですね。だから別に京都の観光が全部あれっていうわけじゃない。そう、やっぱ黄門様が住んでいたところだ。そう、黄門様の場所だ。いやでも水戸みんな買わされてってますよ。25点以上だ、みんな。大体。ほら。あ、でも高崎。大体水戸は超えられてますね。大体30点いけばいいぐらいかな。まあまあ高いっすよ、これ。京都は。21?21? なんかあった?福島です。エボリューションさん、衰退って俺が判断したってことですね。そうそうそう、駅からお手軽観光できる。そう、封鎖されてた。あと、なんか特に改装してる気配もあんまなかったから。これが改装して新しくなるよっていうのがあれば、うまくなる。山形のは、龍上海食ったことしか覚えてないんです。仕方ないでしょ。これ結構ね、真面目につけてるから、ほんと。特にどこの県に思い入れもないし。真面目につけてるんで。毎回だから結構ね、毎回見てる人しかわかんない基準かもしれないですけど、意外と真面目に、基準は大体いつも一緒なんでね。まあ、違うのはさっきも言えなかったけど喋ってないから、オリジナルってやつです。このオリジナルってやつは、配信の取れ高的な感じ。これは今日の配信の面白いのはどれだけ散歩中に映したかがこれオリジナルなんで、これだからね、本当はみんなに聞いてたんだけど、誰も答えてくんねえなと思ったら、俺の声が聞こえなかったっていう。今日何が面白かったですっけっていうのを聞いてたんだけど。で、本願寺と、アーケード、あとさっきの駅、牛乳と、親鸞の像と、あと、岩封じ。で、6点。ごめんなさい、無音で。すいません。ちょっとこれ、風が強くなってきたな。ちょっとこれ、写真撮って、動画の最後にこれ。そうなん、当初の予定はそうだったんですよ。当初の予定は西本願寺から東本願寺歩いて帰ってくるだけの予定だったんですけど、リスナーさんが非常河原町いいとこで商店があるよって教えてくれたんで、そっちにルート変えました。だから帰り電車で遠く行っちゃったんで、すいません、ルート変えて。じゃあ最後にもうちょっとだけ歩いて。みんなの意見を大事にしたい人だな。押し込んだ。あれ?この充電器が見えなくなっちゃった。ちょっと待って。ごめんね、手ぶれ。なんだろうね、これ。なんかでも、結構しっかりしてるから、イベントとかできそうですよ。ここに客が座るんじゃない?この大階段、大階段。ここがなんか、こうライトアップしてるけど、そう、これね、LED が埋まってて、ここになんかね、絵ができるんですよ、冬。有名なんですよ、これ。階段みんな歩かない。さっきも誰か言ってたんですけど。ね、隣にエスカレーターがあるから、
隣にエスカレーターがあるから誰も階段なんか歩かないんですよ。みんなも歩かないでしょ絶対。あんな、じゃあ京都の街並みを最後に上から見て移動します。こんなあっさり京都まで来て、埼玉県民がこんなあっさり京都を後にする人ってそうそういないと思う。そうそういないと思いますよ。仕事でもないのにわざわざ京都まで来て、こんな短時間で後にするなんて。しかも有名どころ何も回ってないって。そうですね、今はこの場所はね、京都駅広いからじゃないですかね。あの改札はやばいけど、なんかあそこにオブジェがある。ここら辺あんまやっぱ JR の方が乗る人少ないのかね。京都駅って新幹線か地下鉄か近鉄かってなるのかな。 JR 意外と空いてるんですよ改札。そこ JR なんだけど、さっきの地下鉄の方が全然混んでたもんね。あ、そうだね、紅葉どこ行こうか。そうなんだ、滋賀方面に行く人なんですか。紅葉に行こうよ、誰もなんか言ってくるかなと思ったの今日の流れからして。あ、本当だ、大津、草津、前原方面。半和線 JR どういう感じなの JR って。京都周辺確か地下鉄か。確かになんか JR とあんま使わなそうな駅多いですね。琵琶湖線か、琵琶湖線、京都線、京都線なんてあるんだ。琵琶湖線、京都線、奈良線、嵯峨野線、新幹線、湖西線、関西空港線、北陸、あ、北陸線もあるの。北陸線とかあるんだ。何これ、鳥取、鳥取も行けるんだ。鳥取もいつか行かなきゃいけないからね、駅多くで。鳥取は岡山とセットにした方がいいのか。島根と鳥取は結構離れてですからね、横の幅が。島根はこんななんかね、ぶっ飛び旅はしたくないんですよね。レトロジャンキーいっぱいあるんで、もっとじっくり回りたいから。今日はもうね、ここら辺ぶっ飛び旅ですけど。地下で行かないといけないのか。
いい匂いってなんだ、何の匂い。さっきの通路どこだ。これ綺麗そうなトイレがあるから行ってきていいですか。何個出ました。反対口行って車載もするかもしれないですけど、いっぱい出たで、ちょっとなんか下ネタですか。通路に帰ってきた。迷子になってない今日は。のぞみ24号東京行き。また久々に新幹線で配信行きたいな。どこか今お金がないからね。とりあえず来年になったらちょっとまた働けるようになって税金返ってくれる。結構誰も電車税金嫌いだからちょっとテンションは下がります。じゃあなんでこの企画やってるんだっていう。駅の中歩くことはあんましないけど、人いるこの通路やばい。今何時だ、2時か。ちょうどまあ電車使っちゃったせいで、これ使わなかったらもう無理だったな今日。次も帰り使っちゃうかしょうがないよ、時間がない。
ちょっと待って、これどっちから来たっけな。地上に出たいの。すぐの真正面壁なんだけど、マジで罠だね。よし、外出れる、反対口。表なし小道だったな、これレストランだよ。画面変わりやがった。なんか飲食店みたいなのあるんだね。あ、京都って感じ。出ずいた？ちょっと急いくから、こんなに早く後にするのはマジでちょっともったいないんですけど。まだ寒い。いや今そんな普通に暑い。関東寒いって言ってましたけど、歩いたから暑いっていうのもあるけど、こっちが何口だろう。さっきと反対口です。あ、ドンキがある。新宿はね、慣れちゃえばあれなんですけどね。違うですね。ちょっと締めの言葉はね、駅ウォーク第14回、今回は京都駅を、ちょっとね、あんま時間がないんで、帰りはね、ちょっと電車使っちゃいましたけど、今からちょっとね、奈良の方に移動するので、ここら辺で京都は終わろうと思います。ありがとうございました。じゃあ。